長尻尾と鍵尻尾の違いはね、ほら鍵尻尾はじーっと見ようんのよね。こっちがしょんこといつもまた何かやりようんなーっちゅうのがじーっと見ようんのね。あんた本当にもう長尻尾、ほら長尻尾はもう全然無頓着。本当鍵尻尾はな、なかなかのもんや。本当にあんたもちょっと関心を示さない、人がしようと。え、また脱走できんよあんた。寝られんよ、しょんねん、あんたなんか。はい、完成しました。ほら、出られんやろ、お前なんか。え、向こう行かな、向こう行かな。あ、こっち出られん、出られん、出られん、出られん。はい、出られません、残念でした。ほれ、出られんやろ、完璧や。ほれ、完全に今度は隙間なくこれだけしとけば大丈夫やろう。もう向こうは出られんけんな、開いちゃってもいいよ。あれ、ベランダができたぞ。今から気持ちがいいよな、ここ風が吹くけん、ね、外の景色も見えるし。半日かかった。どうよ、どうよ。え、興味がない、興味が。はあ、あんたなんかいいな、食っちゃねえ、食っちゃねえや。はい、これで出らんかったら上出来やな。出てんの、そんなに行くの、どこ見よう。はい、行くよ。エデンの園や。あれ見よう、エデンの園でお前、これ見ろ、花はあるし、花はあるし、いい遊び場所やわ。これでリンゴがあってのリンゴ食べたら知恵の実ができてから猫の文明が発達できたとか。また草食うよな。はい、草食うよ、草を。野菜も食わんとありと思っちゃうのかな。のあら、もう、文書帳
でしょ。何でしょう、何を。おー、桜や。また臭く。これ、エアーなんとかやな、また。これ。ほら、これ捕まえ。ん？あれ、モグラと思っちゃうの？うん。うまいやろ。いくらなんでもそれをモグラと思わんやろ。土がやっぱいいやな、腐ってて。土の上が気持ちがいいのかな。出られんなったのー、かぎしっぽ。え？出られんなったの。うわ、これ。お前なんか出られんなったろうか。勝った。俺は勝ったぞ。猫に勝ったぞ。まったりやな、退屈やの。大天の園に連れて行こうか。これ現場検証分かった。こっから俺やったんや。分かったぞ。来んね。わかった。こっからか。ああ、頭いいやっちゃの。